みたいなね番組かなと思ってるんだけど、そういうこと？違う、ごめん。え、天才テレビくんみたいなことじゃないんだ。クックルは人？クックルは番組？人工呼吸器をつけるまではいつ窒息してもおかしくないという状況だったので、毎日ですね、朝が来るのがとっても嬉しかったですね。いっぱいなんですが、ごめん、さおちゃん、ひげ変えようか。じゃヒューヒュー変えて、おじいちゃんって言うの。サボさん、気持ちいいですか？気持ちいいですかって。今までお風呂のこういった報告はなかったのでですね、
自治体 の、 あの社会サービスを手配するご担当の方もあの実態をご存じなかったということが非常にあるので、あのまずはこういうふうにお風呂に入れているんだよ、まあ、入れられるんだよとか、あの毎日入っている方がやっぱりいるんだよっていうことをあの知っていただくっていうことが大事かなと思っていて、やっぱり本人も入る喜びもありますし、本人が喜んでいる姿を見る家族の喜びというのも非常にあって、本人が喜んでいることをやめざるを得ないというのはあの残念なことだなと思って、20メートル先のコンビニにも行けない生活をしているあのお母様方がやっぱりいらっしゃるので、その方々があの、まあ、社会とつながれるような何かこうプラットフォームができないかなというふうに、まあ、夢ですね、これはかなり夢ですけど、あのそういうふうにはちょっとあの思って、今回これをやってみてですね、あの非常になんかそういう気持ちになりました。あれでしょ、あのお母さんのお風呂のあの本を応援してくれてありがとうだもんね。うん。動作中。はい。ありがとう。ありがとう。ありがとうってね。今はこう二人で二人三脚一連卓章っていう形で。行かざるを得ない状況なんですが、あのやっぱり人は誰しもその自分の意思で自分の人生を生きるっていうことが幸せなことかなと思うので、私もそのようにあのしたいと思いますし、彼女もそうなるようにと思ってあの今、うん、手探りで頑張っている。これからも楽しく頑張るぞ。えいえい。だね。